スターティンググリッドをご紹介をしてまいりましょう。先ほどタイムトライアルの時にですね、エンジン交換という話も、してしまいましたが、どうやらエンジン交換ではなく、そのままタイムトライアルのタイムが残りまして、この予選ヒートポールポジションからのスタートを獲得したのはゼッケン89番の大山岳、唯一47秒台入れまして、大山岳がポールポジション獲得です。2番手にはゼッケン15番の笠井優希、3番手スタートがゼッケン2番金子直樹、4番手に斉藤のぞみ、5番手井出北斗、6番手に野田拓司、7番手の竹中健一、8番手には岡田康則、9番手の岸野春夫、そして10番手から深津隆というグリッドが組まれていきます。まずは1周のウォームアップラップを終えまして、フォーメーションラップを入っていきます。さあ、この後は1周終えてスターティンググリッドにマシンが整列。このクラスはスタンディングでのシグナルスタートが切られていきます。トライアル唯一の47秒台をマークしてポールポジションを獲得しました大山岳。その大山を先頭にスターティンググリッドに戻ってきます。2番手は笠井、3番手金子、4番手斉藤、5番手井出、6番手の野田、7番手竹中、8番手岡田、そして9番手の岸野が今グリッドを間違えましたか。岸野が今イン側にマシンを移動させまして、後ろ10番手の深津と10台がグリッドに収まる後方グリーンフラッグ。さあ、レッドシグナルが灯ってブラックアウト、スタートが切られたか。井出北斗がストール、井出北斗がグリッドでストール。5番手スタートの井出、スタートを切ることができません。さあ、まずは2コーナーから3コーナー、金子が前に出てきたか。金子、さらには笠井、斉藤、そしてなんとか今大山岳は4番手で5コーナーを立ち上がっていきます。3番手スタートの金子が見事なスタートを切りまして、ポールショット。さあ、その後ろでは斉藤のぞみが上がってきたか。斉藤、さらに3番手争いは笠井と大山が横並び、アウトから笠井が大山をかぶせていく。ポールポジションからスタートした大山、スタート出遅れてしまいましたが、果敢にここは笠井を狙っていく。笠井はたまらず1コーナーブロックライン。さあ、スタートを切ることができなかった井出はこのままリタイアということになってしまいました。あっと、斉藤がタコツボの立ち上がりで失速か。金子、そしてその後ろ笠井と横並び バトルをしていた斉藤ですが、タコツボの折り返しシフトが入らなかったか。シフトミスで大きくポジションドロップ。さあ、これで1コーナー金子をかわして笠井が前に出る。さらに2コーナーでは大山も続いていった。大山も続いて金子をかわしていく。大山垣がこれで2番手。先ほどまでラップリーダー金子は3番手にドロップです。その金子の後ろには野田、そして竹中と続いていく。さあ、まだまだここはバトル。タコツボの折り返し、ここで野田が
をかわしていく。竹中の後ろに斉藤、岡田、そして岸の深津と続いていくか。最終コーナー、かなり大きくリアが流れてしまった葛西。さあその葛西の後ろに近づいてきた大山、そして3番手の野田が一気にここでコーナー、大山のインサイドを伺っていこうかという動き。トップ葛西が最終コーナー、そしてこの4コーナーから5コーナーにかけても葛西のシフトが入らないか。さあラップリーダー葛西が大きくここもポジションを落としました。これで気づけば、スタート出遅れた大山がトップに立っています。なんとかスターティングポジションに戻ってまいりました大山岳。後ろ2番手野田、3番手には竹中、その竹中の横に斉藤が並んでいく。葛西が大きく遅れまして葛西が5番手、そして岡田、西野、序盤トップに立っていた金子が大きくポジションをこちらも落としまして8番手まで下がっています。現在予選5周目に入ってきました。先頭集団トップ入れ替わりまして、ディフェンディングチャンピオン野田が大山をかわしております。先頭集団は現在4台、その後ろ5番手争いも葛西と岡田がなら、横並び。さあこれで折り返し6周目です。先頭集団4台、野田を先頭に大山、斉藤、竹中のこのトップ争い、4台パンク。5番手は葛西、その葛西の横を5コーナーブレイキング、飛び込んできたのは岡田、しかしクロスライン。金子は再び岸野をかわしまして7番手に上がってきたか。さあセカンドグループも4台パック、その前トップ集団はバックストレートエンドで斉藤のぞみが11コーナー大山をかわして2番手に上がりました。これでトップ野田の後ろは斉藤、3番手大山、4番手竹中。少し遅れていました金子も再びレース中盤あたり息を吹き返しまして、これで岡田をかわしました。葛西の後ろ6番手まで少しポジションが上がってきます。残り3周、ここまでは6番手スタートの野田がラップリーダーに立っての終盤に入っていきます。その野田の後ろには斉藤が先ほどからマシンを左右に振りながらプレッシャーを与えていく。さあそして岡田がタコツボの折り返し止まっている。さあこのアクシデントで5番手争い、狭いところ、最終セクション狭いところ5番手争い。葛西の前に一旦金子が立っていましたが、最終で再び葛西が金子をかわして5番手に立っています。集団4台も少しばらけてきましたか。野田、斉藤、大山、竹中のこのトップ4、
さあ、間もなく帰ってこればファイナルラップを迎える。一方その後ろ5番手争いですが、葛西を先頭として、葛西の後ろには岸野が6番手に上がってきたか。再び金子がポジションを落としています。この予選ヒート、金子はポジションの上がり下がりが非常に大きくなっています。その金子の後ろ8番手には深津、そして今岡田もコントロールラインを通過、ファイナルラップに入りました。あー、葛西が遅れている。3コーナーから4コーナー、ここでシフトが入らない。葛西がポジションを落としていく。さあ、この辺りがミッションクラスならではのシフトミスの、ポジションドロップという展開。今最終コーナーを立ち上がってきまして、野田を先頭にチェッカーが出されました。野田拓司6番手からこの予選ヒートトップチェッカーです。2番手斉藤、3番手大山、4番手竹中、そして5番手には結果金子直樹が上がり下がりの激しい予選ヒートとなりましたが、5番手チェッカー獲得、6番手岸野、7番手には2つ、そして葛西が8番手、岡田9番手とチェッカーを迎えまして YZ85 予選ヒート終了です。